はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、僕カズマックスちょっとお出かけをしようと思っております。行き先は、歯医者さんでございます。人生初のね、ホワイトニングってやつをやってみようかと思いまして、まあ、なんでかっていうのが、僕カズマックス、まあ、いつもね、このコーヒーワールドというこのチャンネルで、コーヒーは美味しい、コーヒーは楽しい、コーヒーって最高だよねみたいな、動画いつもね出してますけど、まあコーヒーって、まあ、いいことばっかりじゃないんですよ。一つだけ僕がねずっとちょっと気になってるところがあるんですよ。まあそれが色素の沈着ですね。はい、まあ、コーヒーってすごく美味しいんだけど、たくさん飲んでるとですね、特に僕みたいにもう8年以上ずっと毎日ひたすらもう一杯でもさ、まあ、飲んでるとやっぱ色ついてくるんですよ歯にね。僕コーヒー以外にも紅茶も飲んでいて、まあそれもあるかな、やっぱねちょっと気になり始めて、自分でも、まあ、毎朝鏡見るじゃないですか。その時にあ、ちょっとあれもしかして黄ばんでるとか、まあ、動画こうやって映してる時にちょっと笑う時、人って笑うと歯が出るじゃないですか。その時にあ、なんかすごく美味しそうな、コーヒー美味しそうな顔してんだけど、こいつちょっと歯黄色いみたいな正直でちょっとね気になってたんですよ。で、僕が本格的に気になりだしたのが半年くらい前だったかな。まあどうにかしたいなと思って、でそっからまず僕ね、歯磨き粉ですね、まあ、市販でさ、これで磨くと歯が白くなりますよみたいな、お家でできるホワイトニングみたいな、歯磨き粉とか、あとマウスウォッシュとかあるじゃないですか。あれをね実は試していたんです。はい、ここまで僕がホワイトニングを引き伸ばしたのはこれが、まあ、原因ですね。一回その辺を試してみて、まあ、もし良ければ、まあ、動画で紹介していけるかなとも思ったし、うん、ちょっとやってみたんだけど、ちょっとねあんまり効果が出なくて、これ多分個人差とかもあるとは思うし、あとはね僕まだ一回もホワイトニングしたことないんですよ。で、歯が多分長年かけてだんだんこう色がついてきたから根が深いと思うんだよね。多分そういった手軽にケアできるようなやつは、つき始めとか色つき始めとか予防とかに多分ね有効だとは思うんですよ。まあちゅうことでしばらく試してあかんかったんで、はい今日ホワイトニング、まあ、予約してあるんでね、ちょっと行っていきたいと思います。まあやっぱり医療行為ですし、まあちょっと秘密ってことで動画は撮れないんですけど、今ここで僕が簡単に、ホワイトニング説明していきたいと思います。まあ、ホワイトニングっていうのは、いくつか種類がありまして、僕が今回行くオフィスホワイトニングとホームホワイトニング、あとは、セルフホワイトニングっていうのもあるかな。ホームホワイトニングはその名の通り、今お家でマウスピースとかを使って自分でやってこう、薬とか使ったりマウスピースとか使ったりして、はめて白くするってやつで、オフィスホワイトニングはお医者さんに行って、その場でもお医者さんにやってもらう、まあ、かなり専門的な、お医者さんしか使えない薬剤を使ってやってくれるんで、かなりね綺麗になるらしいんですよ。まあ、これが一番スタンダードなのかな。で、セルフホワイトニングっていうのは、まあ、自分でこうホームホワイトニングをできるような場所を提供してくれるところみたいなものがあって、確か運営に医師免許は、ね、必要なかったっぽいんですよね。それだからこそ あんまり強い薬剤を使えないらしいんですよ。ただ若干そっちの方が安かったのかな、まあ、お手軽って感じですね。で、僕どっちにしようか迷ったんですけど、やっぱり最初の1回はしっかりまあ白くしておきたいなと思ってオフィスホワイトニングを選びました。まあ、一番スタンダードなプランを選んで、全部を白くするわけじゃないです。このね上下、はい、すいませんね、僕の、顔をドアップで見せますけど、この上下の歯、こう歯を剥いた時に見えるこの6本の歯ですね。上下6本ずつ12本の歯をこれから僕は3段階から4段階くらいかな、明るくしてもらいます。まあ、この段階っていうのがあって、ホワイトニングっていうのはもう全部が全部歯を真っ白にするわけじゃないんですよ。そんなに1回だけでね歯が全部真っ白になるような、薬だったら結構強いことになると思うし、まあそれ以外でも費用的な面もかかってくると思うんで、自分で好きに選べるんですよ。本当に全開で真っ白にもう全てを白くしたいっていう方は多分ね、7、8万くらいかかるのかな。お医者さんによってそれはもちろん上下はあると思うんですけど、まあフルでやるとしたらまあそのくらい以上はかかるのかな。で、僕の場合今回は1万7000円のコースですね。この口開けた時に見えるこの12本を、3段階くらい、お米みたいな真っ白じゃなくて、ややこう白に近いような自然な白さにしてもらおうと思ってます。まあ、正直どうなるか分かんないからちょっと不安なんだけど、まあ、でもやっぱりこれからもさ、コーヒーを楽しく、まあ、常に飲み続けるためには、まあ、その辺もね気を使ってあげた方がまあいいかなと思って、一回試しのつもりで、はい、今回行っていきたいと思います。うん、あ、もうちょっと予約の時間が迫ってるんで、じゃあ、これから行っていきたいと思います。まあ道中は取れないんで、もうこのまま、場面切り替わったら僕は帰ってきます。じゃあ行ってきます。一応比較のために、これ見せておきますか。今の状態の歯、こんな感じです。はい、よく覚えておいてください。うん、若干ね、やっぱ黄色いんですよね。これがどうなるか。じゃあ、行ってきます。
はい、というわけで予定変更でございます。今ね、歯医者さん行ってきたんですけど、このホワイトエッセンスっていうのはホワイトニング専門のところでいろいろ話を聞いて、僕は今日とある契約を交わしてまいりました。それが、一生涯歯を白くするための契約です。お値段なんと10万円。うん、なかなかしますね。まあでもね、やっぱ歯って一生もんだし、あと僕ね、ホワイトニングってことをまあしっかり分かってなかったですね。舐めてました。うん、ちゃんとね調べてなかった。まあ、ここからちょっと専門的なね、難しい話にもなっちゃうんだけれども、人間の歯、まずこの歯っていうものが2つのパーツというか、まあ材質に分かれていて、まず1つが、象牙質、これが芯になっている部分ですね。でその周りを包んでいるエナメル質、この2つから人間の歯はできています。そしてその象牙質、芯の部分が黄色いらしいんですよ、結構。でその黄色さが周りを包んでいるこのエナメル質、白い部分を透過して、色をこう透かして黄色く見せてるんだって。人がまあどんどん加齢していって、年を重ねていってだんだん歯が黄色くなっていくっていうのは、まあ、周りから色素が沈着するっていうのもあるんだけど、汚れとか、このエナメル質がだんだん薄くなってきて中の象牙質が見えてくるから、より黄色くなるっていうもところもあるらしいんですよ。だから真の意味で歯を白くするためには、中の象牙質も周りのエナメル質も同時に白くしていく必要があるってことなんですよね。で今回僕が受けようと思った、16,500 円だったかなの、オフィスホワイトニングはエナメル質だけを白くするっていう、まあ、施術らしいんですよね。で今回僕が契約してきたこの10万円のコースですが、中の象牙質も周りのエナメル質も同時にやります。でその方法っていうのがさっき話した、ホームホワイトニングですね。だ僕はオフィスホワイトニングとホームホワイトニングをハイブリッドで、やるコースを契約いたしました。だこれから僕はうちで、マウスピースをはめて、自分でね、こうやってカバッとはめて自分でこう歯をね白くしていく作業をするわけです。でそれを期間としては半年間続ければもう完全に白くなると、もうね保証してくれたんですよ。もうちゃんと契約書とか書いて、もうあなたの歯をここまで絶対に白くしますっていう、もう保証してくれて、それはどんなメカニズムでどういう風にどういうペースでどういう薬剤を選んでやるかっていうのを本当に丁寧に説明してくれて、すごく分かりやすかったです。で今のあなたの歯このくらい黄色いから、ここに持っていくまでにこういう風にしますよって、本当にすごい丁寧だった。びっくりした。正直さ、ホワイトニングって分かんないじゃないですか。なんかこう聞いたことはあるけど、実際どうなのって、何すんのとか、痛いのとか、お金どんくらいかかんのとか、期間どんくらいかかんのとか、そういったねグレーなところをすごく分かりやすく教えてくれました。本当にねいいところに当たったと思う。でその施術をすることによって僕はもう、ほぼほぼ一生、歯の極みにはもうそんな深刻に困らないでしょって言われました。なぜかっていうのが、芯がもう白いわけだから、あのエナメル質が減ってきても、まあ要は表面の汚れだけ取れば、色素沈着とか、まあ、表面のことだけ気をつけていれば、もう中が白いわけだから黄色くなりようがないですよね。でもし万が一黄色くなったとしても、あの表面の汚れを取ることは、まあ、中を白くするよりもあの全然簡単らしいんで、一度中まで白くした方が、まあ、コスト的にもいいってことですね。結局さ、周りだけ白くする、まあ、安めのね、ちょっと価格抑えめのオフィスホワイトニングだけやってしまうと、まあ、なんだかんだね後々こう継続していかなきゃいけなくて費用かかっちゃうらしいんですよね。まあ、ただ僕も聞きかじりなんでね、今回、全て正しいこと言ってるとはまあ限らないけれども、まあ、大体こんな感じです。やっぱり歯ってさ、一生もんじゃないですか。もう笑ったりするともう常に歯出るし、で美味しい楽しいってこうにっこり笑う時に歯出るでしょ。この時にこう綺麗な歯がやっぱ見えた方が、まあ、周り的にもそうだし、自分的にもこう安心して自分に自信を持ってこう心の底から笑えるとは思うんですよね。なんか歯医者の受け売りみたいなこと言ってますけどいやでも本当そう思うのよ、うん、だからまあ僕はやっぱ高かったけどね、それは高額だけれども、まあ、一生付き合っていく歯っていうものを、まあ、白くするために10万出すかと思って、はい、一大決心して、はい、今回契約してきました。で今回のは全然企業案件とかでもないですし、僕が完全に実費で出してるんでまああのセキララにね、僕が思ったことをもうそのまま皆さんにこのシリーズとしてね、伝えていきたいと思っております。多分実態が分かんないから手出しにくいんだよねって人もきっと、まあ、少なからずいると思うんですよ。僕も実際そうだったから、これから毎日ね、コーヒーのこのカズマックスさんがどれだけ歯を白くしていけるか、はい、シリーズやっていきたいと思います。
一応ちょっとだけ先に話しておくと、まあ実際やることは、これから僕は来週マウスピースをもらって、それと一緒にジェルももらいます。これがホワイトニングのジェルです。ジェルをマウスピースに塗って、こうカポッとはめて、開くする作業をして、で、それで白くなってきたら、お医者さんに行って、月に1回からのペースですね。まあ半年通って、今度はエナメル質を白くしていく、作業をしていきます。いや、どんな施術とね、まあ、生活が待っているか、まあ、これから楽しみではあるんだけれども、まあ、矯正みたいに四六時中ね、こうつけてなきゃいけないとかそういうものでもないから、まあ、多分ちゃんと続けられると思うし、楽しみですね、これからが。やっぱりコーヒー好きなら誰しもが一度は考えたことあると思うんですよ。気にしたことあると思うんですよ。コーヒーによるさ、色素沈着とか、まあ、黄ばみとか。正直、まあ、動画の題材として触れていいもんかとか迷いましたよ。やっぱ歯見せるわけだしさ、なんかカズマックスの歯黄色いなとかさチャンネルのイメージとか、こうコーヒーのいいイメージとか一緒によぎったんだけど、でもやっぱりそういうところもみんな知りたいと思うんですよ。だからまあこれね、動画として触れました。これが作っていくこのシリーズが、まあ誰かのね役に立てば嬉しいです。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。今日はね、まあコーヒー触れなかったですがはい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。はい。と、まあ、そんなわけで先日ここまで撮影をして、今ね、動画を編集してるところなんですけれども、ちょっと自分で見返していてですね、ちょっといまいち僕の、なんだろう、ホワイトニングに対する考え方というか、まあ、思いというか、がいまいち正確に伝わっていなかったかなって、伝えきれてなかったかなって思ったんで、ちょっと改めて説明をさせてください。まずこの歯を白くするってことに対して、まあ、もともとね、こう生まれ持ったものを、白くするということ。薬剤を使って白くする。まあ、それは自然なことではないよね。だからそれをどう考えて、どうお医者さんを信じて、まあ自分の、まあ、体をね変えていくっていうことを考えるかっていうのは、まあ本当人それぞれ違うと思います。価値観ですからね。で、さらにその結果得られる白い歯に対して、まあ要は白くするってことは、白くしたいってことは、まあ今、まあ、黄色いって感じてるわけだから、お前はその歯を白くするってまあ決断したからいいけど、じゃあ周りの歯を白くしない人たちに対してはどう思うんだとか、コーヒーを飲むのは、または紅茶を飲むのは、まあ、歯が黄色くなるからいけないのかとか、まあ、そういったね、ちょっとまあ攻撃的な考え方をまあ持つ方もいらっしゃるかもしれません。だけど、まあ、僕個人はそう思っていません。僕は自分の意思で、まあ、自分が気になったから、自分がそうしたいなと思ったから、歯を白くしたいなと思ったから、気になってきたから、今この8年ぐらいコーヒー飲んできてやっと気になってきたから、自分を変えたいなと思って、このホワイトニングを決断しました。だから周りに対してどう思うとか、そんなことは関係ありません。むしろこの企画を通じて、あ、実際ホワイトニングってこんな感じなんだって、まあイメージを持ってもらって、その判断材料にしてもらうだとか、あとはまあきっかけ作りだよね。選択肢を増やすという意味で、まあこの動画ありかなと思って、はい、作っております。まあ僕個人の考え方ですけどね。僕は単純に鏡を見て自分でちょっと気になるな、ちょっと変えてみたいなって思ったからのと、あとはまあ笑った時にね、まあ要は自分が気になりだしてしまったわけだから、これ本当自分のさ、こうコンプレックスとかってあるじゃん、自分にしか分からないとこってあるじゃん。そういった意味で、まあちょっと自分に安心感を与えるというかね、そういう意味もあるし、あとはこうして僕はまあ人前、まあカメラですけどね、人前に、まあ顔をさらしてですね、いろんなことを伝えていきたいなと思ってるわけですよ。だそのフラットな立ち位置に立つために、まあこのね動画っていうものは、まあ不特定多数の人が見るわけで、もういろんな価値観を持った方が見るわけですから、どのような方にも、まあ、なんというか見やすくというか、まあそんな感じになりたいんですよ。だそういう、まあ、一つの目的のためのアクションとしてありかなと思って、はい、なんかちょっと言い訳みたいになってますけどね。でもこの説明は必要だと思った。なぜならだって、まあコーヒーってやっぱりさ、沈着、色素沈着とかなんかイメージやっぱあるじゃないですか。そこをグレーにしておきたくない。まあ僕はずっとね、これからコーヒーワールドってこのチャンネルを通じて皆さんにね、コーヒーを伝えていきたいと思っているわけで、その僕がさ、なんかその辺ぼやかしたりだとか不誠実なことをしたくないなと思ったから、はい、このちょっと喋りましたちょっと打足になってる気がしますけど、まあ一応僕がこう考えてるよってことは、まあなんとなくでも覚えていただけたら嬉しいです。はい。というわけで長くなりましたが、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。今度こそ終わりにします。はい。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。